準備はできているか。あ、行こうか。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。おやおや、また君たちか。私の研究に理解を示してくれているわけだ。嬉しいね。え、ああ、いや、俺は別に。んでは、次に君たちが目指すもの、もう準備はバッチリ。はい、行ってらっしゃい。あの勢いだと言い返せないよね。君たちか。もし余裕があったらでいいんだが、またドッグタグの回収を頼めないだろうか。クローズネストにようこそ。ご無事で何より。今日はどうしましょうか。メニューをどうぞ。ご注文を伺いましょうか。こいつらがまた厄介で。頑張ってくださいね。狙いが決まりましたね。それじゃ、期待してますよ。よろしく。そろそろ行くか。エーガネス、もう行くぞ。すぐ行く。ありがとな。お疲れさん。なんなんだこいつら。ダメだ、マジ受け付けねえわ。仕方がわかる。目まで拭いとけば。ダメ。さあ、どうだ。準備はいいな。よし。調子いいじゃねえか。当然。だってどうする。プロンプト参上する。問題ない。戦いになる。まあな。プロンプト、
よっ、はっ、ドット、やっ、武器召喚できんだろ、敵に合わせて使え、はっ、はいよ、あっ、グラディオ外すなよ、やっ、やっ、はっ、はっ、あっ、あいつだいぶ弱って兵器に助けるぞ、早く終わる、とどめだ、時間をかけるな、ホテルのベッドにダイブして、俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だ、準備はできているか。あ、これからどうする？情報収集でもするか。ノクト次第だな。何か買って帰るか。そうだな、イグニスが喜びそうだしな。買い物でもするか。うん、行こう。ノクトも来てよ。いらっしゃい。どうも。またどうぞ。準備はできているか。あ、よし、行くか。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。
ジでかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。焼きたてのパン料理食べてみる？お腹はちゃんと空いてます？辛いだけの他の店とは違いますから。ありがとうございました。ああ最近いらっしゃい。毎度あり。またどうぞ。カーテスの大皿って本当に燃えてる。よ、お兄ちゃん、一本食っていきな。ああ。どう、いける？うん、うまい。だろう、次からひいきにしてくれよな。隕石食品だ、よろしく。ありがとな。最近地震多いけど、この辺は結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。近づけるのか。あれここ揺れた。地震ってやつか。どうした。なんか頭痛いと思ったけど。大丈夫？平気、治った。あ、イリス、みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。
申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。ではそろそろ失礼を。ノクティ様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナ・フレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。ねえボスケ。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、わかった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。たく、何回着替えるんだよ。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。よかったな。もっと盛り上がってよ。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。今日も暑いな。いいとまで行きゃ涼しいだろうな。工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。大変そうだな。大変？すごくない？まあいいけど。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。
ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ。ここペゴラ展望公園っていうの。ほらあれメテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。一人で子守はきついわ。次は他のやつもな。おい、子守ってなんだよ。まったくもう。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコと。いいえ。危険な場所じゃない？4人で平気なの？